それで上杉鷹山はまあいろいろやりましたけども、この藩の財政を公開しました。まあとにかくこんな風だ、実態はこうだみたいな感じで公開した。それから医学の医者の学校を設立した。それから老人とか15歳以下の子供が、何人、これね、人数何人かじゃない、5人だとかね、そういう、とにかく子供がたくさんいる家には手当を支給した。それから農業用水を引いて米を作れるようにしたと。それから種もみとか苗木、これちょっと字が違いますけど、苗木を配って、で、できたら返してくれみたいな感じで、貸したっていうような形になっています。それから織物を他の藩から職人を連れてきて、その米沢藩の人に教えたということですね。それから藩の学校を作った。で、当時は士農工商といって、まあ身分制度が厳しかったわけなんですけど、そのこの藩の学校にはこの身分に関係なく優秀な子供をここ入れて教育したということですね。で、その他にも、これちょっと見えませんかどうかわからない。1年に何回か90歳以上の老人をお城に招いて食事を食べさせたということですね。ですから、このとにかく年寄りを大切にしたということなんで、まあこういうようなことで徳川幕府から3回表彰されております。まあいい政治をしているみたいな感じで表彰されたという記録があります。それから上杉鷹山は、この江戸幕府で、江戸で生まれてるんですけどね。だけど、その当時は、この九州の高鍋藩というところにもともと藩があって、そこからまあ江戸の屋敷に行ってて、ここで生まれたということなんですけど、ところがまあ7歳で母親が死んでしまったと。まあどうも初めから病弱だったんじゃないかと。まあ7歳で母親が死ぬっていうのも、まあ心細い話ですけど。で、8歳で、この婿養子に行くわけですね。まあ江戸におって婿養子に行くと言っても、この米沢藩の、屋敷に養子に行ったということですけど、まあそんな遠く行ったわけじゃないけど、で、米沢藩っていうのはこっちにあるんですけど、ここから、この江戸の中で、まあ移動したという形ですね。で、17歳で9代目の藩主になりました。これは米沢藩の9代目ということ。で、19歳の時に初めてこの、ここから米沢に入ったわけなんですね。で、19歳の時に米沢藩の元の娘ですね、義姫さんっていう人、17歳と19歳、これ結婚しました。まあ、行くとすぐ結婚してみる。この人がまたすごく病弱で、なんか立って歩けなかったみたいな記録があるんですけど、とにかく話もそんなにできなかったと思う。何か、ね、病気だったということですね。で、その結婚はまあこの時にしたんですけど、この義姫が30歳の3月9日に病気で死んでしまった。まあもともと病弱だったということですけどね。まあそんなに長いこと一緒に住んでたわけじゃないですけど、まあこういう形です。で、もともとこのさっき言った上杉鷹山はここの藩の次男ですね。この藩の次男ということ。ですが、まあ、ここで生まれてここで育った。で、ここの同じ江戸の米沢藩に養子に行って、19歳で米沢藩主として行ったという、こういうことですね。ところがですね、その1783年、天明の大飢饉というのがありました。もうとにかく米の収量が20%、要は80%取れなかった、20%しか。で、これが何年も続いたんです。1年や2年じゃなくて、記録ちょっと調べましたけど分かりませんけど、まあ何年か続いた。ですから盛岡藩で7万人餓死者が出た。それから仙台藩は30万人死んだ。だから日本全国でもう数百万人が死んだという大飢饉で、で、まあ日本中から江戸に逃げてきた人がたくさんいたということで、江戸幕府はそれを調べたら、
結果があるというんですけど、この米沢藩から逃げてきた人間はゼロだったという記録があるというんですね。これちょっと、まあ本当かなと思うんだけど、まあそういうことで。で、この飢饉、大飢饉が起こったんですけど、その、米沢藩だけは、東北の中でまあこんな死んでいるんですけど、餓死者がゼロだったということで、ところが最近の研究ではどうもゼロではないと。ゼロではないけれども、まあとにかく、まあこんな風じゃなくて、まあゼロに近い数字だったということです。で、これは、まあ結局その、鷹山が、飢饉の対策をしてた。もう絶対飢饉来るんだ、ということで。地震が絶対来るみたいな感じで。対策を立ててたということですね。それから隣近所とか村とか単位で助け合うということを、すごく助け合って生きてけということをね、制度化していたということですね。